こちらはベルギー、スパ・フランコルシャンへようこそ。1921年に建設され、やがてその長さが半分になったものの、今でもベルギーグランプリは最も長く、速く、F1 において魅惑的なレースの一つです。スパ・フランコルシャンはロングストレートと高速コーナーで有名です。オールージュからラディオンへと続く有名なシーケンスを駆け抜けるには、空気抵抗の効率性が重要です。さらに曲がりくねった第二セクターが特に難関です。シーズンの半分が過ぎようとしていますが、状況が変わる余地はまだ残されています。各チーム後半をどのように戦うのでしょう。さあ、前置きはさておき、始めましょう。F1 レースウィークエンドの様子をお伝えします。フリー走行が終了し、いよいよ公式予選のスタートです。フリー走行を十分に活用できたチームは自信を持って予選に臨み、勢いそのままに次のステップへと進めるでしょう。さて、練習は成果につながるでしょうか。ポールポジションという成果を手にするのは一人だけです。さあ、いよいよです。 F1 が始まります。Radio check, radio check. Banner clear. And green light. コースアウトのようです。どうやらコースアウトのようです。
Radio check. Yeah, radio check. のようです。Clear.